で中の方から親父の声が何とかせい何とかせいって言ってる。で長女の声は一切しなかった、無傷だった、もう即死だった、一気に柱で潰されて長女は死んでる。弟の進が玄関の敷居で頭をバシーンと挟まれて体は外に出てるんです。炎がうわーっと燃え上がってくる。その炎の中から弟の泣き叫ぶ声がねもろに聞こえるっていう、ね、お母ちゃん熱いよ熱いよっていう声がねもろに聞こえてくる。で お母ちゃんもみんなと一緒に死ぬと言ってね、泣き叫ぶ弟の体を抱きしめて、でちょうど運よく裏にいた人が通りかかってきて泣き叫んでるおくろを見つけて、中澤さんもう諦めなさいと、あんたまで一緒になって死ぬことはないと言ってね。それで少し明るくなったので運動場へ出たら、まあ全部火の海でした。とにかく広島中が燃えてたので逃げ場がないんです、川しか。でも火が飛んでくるので暑いから頭から水をかぶって、だから見たものはどんどん死体が流れていくのを見ただけ。それと火事みたいに火がすごかったのを見ただけですね。でしばらくして騒ぎが収まって起き上がってみると、左の手は肩から手の先までボルギを咲いたように皮膚が垂れ下がり、背中に立ててみると着ていた板は何もなくぬるぬると焼けたれていたんです。力を振り絞って立ち終わってしまったら立つことも歩くこともできなくなってしまったんです。元気な人にしあわれて山の上の木の影を草間に寝かされました。もう周りにはたくさんの人たちが苦しみ、ある人は自分の名前、自分の住所を言って家族に伝えてくれと言いながら、みんな水を求めながら亡くなっていきました。特に子供が多く死んだんです。そばにお母さんがおるわけじゃないのに、お母さん水ちょうだい、お母さん水ちょうだいって言いながらね、声がしなくなるともこう顔を土に伏せて死んでいくんです。そこで二人殺しちゃう。二人に水あげた。二人とも死んだんですよ。水あげなきゃいけないんだけども、一気に飲んだらね死ぬんだそうです。体がついてこなくて、それを知らないからあげる。で水汲み行くときにね、黒い雨が降ったんです。こう地べたにつきますよね。黒ごま巻いたようになるんです。結局。後で分かったの、黒い雨、油混じりの雨ですよね、放射能混じりの。私は水が欲しくても水をくれてこういう面ではなかったんだ。で夜になると雨がしとしと降り、昨日から落ちた雨しずくをしゃぶって夜を過ごしました。で一夜明けた時には私の周りに一人もいた人いなかったんだ。その時にまあ驚いたのは、あの防火用水という1メートル四方の水槽がいっぱい置かれてたんですよ。当時は戦争中はそこにね人間が30体ぐらい山になってる。みんな火に追われて逃げられなくて、みんな一人で飛び込むとまた次々飛び込んでいって、で死体の山がいっぱいできてるんですね。그비참하게말할수없죠사람으로서그한마디로뭐표현을할수없지그러니까
꼭 생선 철판에 얹어놓으면 왜 튀어나와가지고 생선이 있잖아요. 그런 형태더라. 우리 마음에 딱 보니까. 見ると 顔はもう真ん丸に腫れて目はつぶれて全身やけどして所々皮膚が破れて汁が流れ血が流れてたんで、だから弟とは思いたくなかったんですけども、昔は木で板で作った雨戸しかなかったんですが、それを担架代わりにして治療するとこへ連れて行ったんで、母が生きてた。 母と妹が山から下ってきて、弟はお母さんの声を聞いて安心して天国へ旅立つことができたことは良かったなと今でも思っております。その焼け跡の二人もありましたよね、骨がおばあちゃんでしょ母でしょ、そして姉兄が帰ってこないの、すぐ上の兄が弟が死んだんですね。 妹が帰ってこない。があったんだ。その兄も死んでいない。今一人しかいない。先祖代々カトリック信仰してきて、浦上教会っていうのは当時は東洋寺だったんだ。そんなところにどうして原爆を落とされたかっていうこと。神仏があるならば。道路には誰かわからない人の死体がいっぱい。 母ちゃん、母ちゃんと泣きながら探す。歯がいないので探していた。二つの黒毛の死体と遭遇しました。ちょっと離れた家に。で、見たら、片っぽの死体も黒毛でしたけど、入り口の方、玄関の入り口の方に座ってる死体は、目がストンと空洞で、歯が金歯が一本ありました。私の母は金歯が一本あったので、 ああ、これが母だと思いました。ほら、母ちゃんが見つかったっけ、早おいでって妹呼ぶんですけど、姉ちゃん恐ろしゅうして、もう動き切らんとばえて、今まで、よっかけ早おいでって言って、妹が走ってきたので、妹と二人で、金歯のある、本当に母かどうかわからませんが、金歯のある死体に、母ちゃんと手を触れましたら、 パラパラっと崩れてふわっと灰が舞い上がったの、60年前の出来事ですけど、昨日のように忘れることはできません。ああ、母ちゃん。